はい、どうも皆さんこんばんは、ルッキーでございます。今日はね、ちょっとそのものを紹介する前にお礼を申し上げたいと思います。皆様登録ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。ついにというかね、まあね、ようやく500人、登録者様500人突破いたしました。ありがとうございます、ありがとうございます。2年半ですかね、やらせていただいて、まあ、500名様、登録していただきました。ここ最近でね、任天堂スイッチ、こちらね、ちょっとケースですけど任天堂スイッチの、周辺装置、これとかね、とかを紹介させていただいて、それがね、いい感じに再生いただいて、そこから登録者数もね、ちょっと上がったという形でございまして、ついに500人突破いたしました。で、記念品を購入いたしました。嫁とね、買い物に行った時に、ちょっと見つけて、まあ前々から実は見つけてたんですけど、買うかどうすっかなって言ってたところに、まあこの500名様突破というところだったんで、もう記念として購入いたしました。それが、こちら。はい、藤岡コーヒー。これ分かりますか？藤岡の横に点ついてますからね。そう、あの方です。藤岡博さんの監修なのかな、が監修されてるコーヒーを買ってきたんですけども、これがね、すごいのがついてるんです。開けますね、いきますよ、せーの、ドン、てってれこれよ、真剣に燃えて生きろ、藤岡コーヒーめっちゃかっこよくないですか。これ取り出しましょう、ドン、これめちゃくちゃかっこいい、金のね、こう縁がついてるわけなんですけども、ちょっとこれでね、コーヒー飲みたいなと思って、もうすごい飾りだったんですよ。もう本当にこれぐらいのサイズの棚を一面これのコーヒーとカップで、でこの文字が今これ金色なんですけど、この黒のバージョンもあって、黒のバージョンもね、かっこよかったんですけど、私は金の方にいたしました。記念ということでね。あ、これ、なんか、愛って書いてある。で、こちらが本体の方の藤岡コーヒー。藤岡博士コーヒー堂。こういう感じでね、豆が入っていて、そこの上からお湯を注いで、こうコーヒーを出すタイプのものになってます。アイスもホットもいけるって。で、私そんなにね、コーヒーにうるさいわけでも詳しいわけでもないんですけども、ちょっとこちらをね、飲んでいきたいと思います。じゃあお湯沸かしごよ。さあ、それではね、ちょっと開けていきたいと思います。はい、それでは中身、がですね、こういう形で入っております。顔認証してる、顔認証してますよ、藤岡さんに。深めの焙煎で香り立ちよく力強い味わいのコーヒーです。藤岡博です。似てねえなはい、ということでドリップコーヒー1杯分がこの袋の中に入っているということですね。あ、後ろにやり方書いてますね、こういう感じ。あー、すごい、ちょっと待って、すごいよ、開けた瞬間にもう、うわ、すっごいいい匂いする、すっごいいい匂いする。これはちょっと期待がすごいですよ。個包装を開け、フックをミシン目に沿って折り曲げます。切り込みが入ってるんですよ、ここにね。で、この切り込みをこういう感じでこうなってたのをぴょこっと立てて、ちょっと手前に引くと、そうするとこうフック型になるんで、これでコップの端にこう置くっていう感じですね。で、ここの袋を開けて、開けると中にコーヒー豆が入っているという形になってます。もうものすごい匂いします、これすごいよ。こうかけると、こういう感じですね。で、ここにお湯を注ぐんですけども、1回で注がないと、ちょっとだけ注いで、20秒ほど蒸らす、さらに、ちょっとずつ追加で入れていくっていう感じになるみたいです。じゃあ入れていきましょうか。少量のお湯を入れてちょっと蒸らすと、さあ、だいたい20秒ぐらい経ちました。なので、残りのお湯を数回に分けてゆっくり入れていくと。
もう染み出てきとる。見えるかなこの感じ。あんまりね真上からやっちゃうと湯気が、湯気がね、レンズにちょっとかかってしまう。私一眼レフで撮っておりますので、ちょっとレンズね大切にしたいんですよレンズをね大切にしたいんですよ。こんなもんでしょう。あまりね多分絞っちゃダメなんですよね。出来上がりました。こんな感じ。はい、ではですね、こちら入れてみました。ちょっとね斜め向けられないけども、私いつもね甘党なんでお砂糖と、まあミルクをね入れるんですけども、今回はさすがにねちょっとコーヒーの味を確認したいということで、そのままブラックでいただきます。真剣に燃えて生きろ藤岡弘、いただきます。おおほほほほほほほ、なるほどね。いや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 ね、普通にいつも飲んでるコーヒーと違いますね。あのね違うと言ってもまあ私詳しいわけではないのでちょっとどこがどうとは言えないんですけど、味がある感じです。普通のねまあ安いねスーパーで売ってるコーヒーとか、もちろんねコーヒーの味っていうのはするんですけど、まあその味とはまた違うなんか味がこう広がりますうまく言えねえな、うまく言えないんだけども、すごい苦味なんだけども、なんだろう、口の中に残らない嫌じゃない苦味なんですよね。全部で8杯分入ってるので、あーこれで、ね、全部飲んじゃうのはもったいない。あー美味しい。ということで今回は私のチャンネルがついに500名様突破ということで、記念にね藤岡弘さんの藤岡コーヒーをカップごと買ってまいりました。お祝い藤岡弘さんにしていただいたような気分でございます。ちょっとお値段の方がね、レシートどっか行っちゃってね、わかんないんですけど、カップと合わせて確か5000円ぐらいです。もし皆様も何かの機会に、見つけられたら、こちらを購入してみてはいかがでしょうか。贈り物にはぴったりだと思います。それでは皆さん、じゃあの。